おはようございます。朝の大宮駅からお届けしています。今回は珍しく土日に休みが取れたので、週末パスを使って東北に出かけようと思います。週末パスは特急券を別途購入すれば、新幹線や特急列車にも乗車できるので、普段なかなか乗れない観光列車にもガンガン乗っていきたいと思います。第1回目の今回は、B4系 新幹線 MAX 特号に乗って新潟まで向かいます。よろしくお願いします。この E4系、東京オリンピックのラッピングがされてますが、肝心のオリンピックは延期になってしまいましたね。スキーシーズンということもあり、かなりのお客さんを乗せて大宮駅を発車です。この E4系は、E7系 新幹線が上越新幹線に増備されることにより、引退が決まっていました。しかし、2019年9月の台風19号の被害により、北陸新幹線の E7系、W7系 10編成が水没し、廃車となりました。これに伴い、上越新幹線の E7系が北陸新幹線に転用されることになり、その穴埋めとして E4系が当面の間、上越新幹線の運用を続けることになったのです。以前の動画で E4系を見るのもこれが最後かなというような話をしましたが、残念な経緯とはいえ、こうしてもう一度乗る機会を得ることができました。さて、旅が始まったばっかだというのに恐縮ですが、いきなり朝ごはんタイムです。今日の朝ごはんは鶏飯。関東のあちこちのターミナル駅でお目にかかることができるベーシックな駅弁です。鶏飯は外れが少なく、お値段もそこそこ手頃なので、とりあえず何か食べたいという時にもってこいですね。飲み物はヨーグルッペというヨーグルト風味の乳酸菌飲料、宮崎県の会社が製造しているようです。子供の頃にどこかで飲んだような懐かしい味がしました。美味しかったです。朝ごはんを食べてる間に、早くも次の停車駅高崎に到着です。このMAX特305号は、高崎から先は新潟まで各駅に停車していきます。向かいのホームにも E4系が止まっていますね。本日2本目の E4系です。高崎駅を発車しました。在来線を走る211系が見えますね。どうやら新越本線の方からやってきたようです。昔、新越本線が長野県まで繋がっていた頃に、碓氷峠は一度だけ乗ったのですが、それっきりだったので、記録も記憶もあまり残ってないんですよね。懐かしくもあり、少し寂しくもあります。以前の W7系浅間号の動画でも紹介した、北陸新幹線との分岐点を通過します。北陸新幹線は160キロ制限で通過するポイントですが、上越新幹線は直進なので、制限を気にせず、ぐいぐい加速しながら通過していきます。160キロでも十分速いとは思うのですが、やはり新幹線のフルスペックを発揮していると、同じ場所を通過していてもスピード感が違いますね。新幹線の底力を感じる瞬間です。
上毛高原駅に到着しました。向かいのホームからは、E7 系の時号が発車するところです。北陸新幹線へヘルプに入っている上越新幹線の E7 系ですが、全部北陸新幹線に持っていかれているわけではなく、一部は上越新幹線の運用が残っているみたいですね。さて、この冬はほとんど雪を見ることができなかったので、越後湯沢なら積雪を見ることができると期待していたのですが、例年に比べて驚くほど積雪が少なく、あまりの暖冬っぷりに驚きました。越後湯沢でこの状態では、このシーズンのスキー場はかなり厳しい状況だったんだろうなぁ、と思わずにはいられません。越後湯沢で行き違ったのは E2 系新幹線。北陸新幹線は乗り心地が非常に良い E7 系で統一され、席巻していますが、上越新幹線は E2 系、E4 系、E7 系とバラエティ豊かな車両が見られて、これはこれでとても目を楽しませてくれます。越後湯沢でスキー客が大勢下車して車内が空いたので、この辺りで座席を紹介します。E4 系には1階席と2階席がありますが、今回は2階席がかなり埋まっていたので、1階の指定席を確保しました。リクライニングはこのくらい倒れます。背面テーブルも十分な大きさがあります。5号車と13号車のデッキには売店がありましたが、この日は営業していないようでした。最近車内販売は縮小して、傾向にありますが、E4 系の登場から23年が経ち、営業形態も時代に合わせたものに変わっていくのは仕方がないとはいえ、少し寂しい光景ですね。そして今回一番の目玉がやってきました。E4 系の東京より産業に連結されている自由席の2階席。通常の新幹線は3列プラス2列の5列配置ですが、E4 系自由席の2階だけは3列プラス3列の6列配置。とにかく多くのお客さんを詰め込むための仕様となっており、通勤ラッシュで威力を発揮します。この座席ですが、特急料金を取る車両としては珍しく、リクライニング機構がない、転換クロスシートとなっています。肘掛けは通路側のみについています。リクライニングしない代わりに、座席にはもともと多少の傾斜角度が付けられています。詰め込み仕様のためにシートピッチも指定席より狭いのかな、と思っていましたが、シートピッチは指定席も自由席も変わらず、980mm となっています。背面テーブルは指定席のものより小さいサイズのものとなっていますね。昔の183系のテーブルに似ていて少し懐かしいです。浦佐駅付近の風景はもうすっかり雪が溶け、魚沼地方にも春が近いことを感じさせます。期待していた風景とはちょっと違いましたが、これもこれで美しいですね。指定席の2階は、他の新幹線と同じく、一般的な3列プラス2列の5列シートとなっています。指定席と自由席で座席が違うのは、昔の特急あずさに使用されていた183系のデラックス車両を思い出します。今も JR 西日本の700系レールスターなどに例がありますね。ご乗車
車ありがとうございました。まもなく終点、引き先到着いたします。お出口は左側です。お乗り換えのお待ちいたします。上越線快速会議、酒田行きは10時12分、乗りは4番線です。阪神線豊田行きは10時24分、2番線です。村上行きは10時41分、4番線です。新越線長岡行きは10時8分、3番線です。越後線吉田行きは10時22分、4番線です。新潟駅に到着しました。最後の2階建て新幹線として活躍してきた E4 系に、こうしてもう一度乗ることができてよかったです。1階席も2階席も、どちらも普段と違った車窓を存分に楽しむことができ、楽しかったです。向かいのホームでも、E4 系が特305号の到着を出迎えてくれました。本日、3編成目の E4 系ですね。新潟駅のホームに降りてみると、反対側の向かいのホームにも E4 系が停車していますね。これで本日4編成目です。せっかくなので記念撮影していきましょうか。さっきまで乗っていた E4 系、ちらっと映りましたが、P82 編成という編成で、これは以前 W7 系浅間の動画で紹介した、軽井沢に乗り入れて、マックス浅間として活躍したことのある編成でした。こんなところで遭遇するとは、たまげたなぁ。そして、MAX トキ305号は、2編成連結した16両編成で走っていたので、もう1編成追加となり、今日見た E4 系新幹線は、全部で5編成。引退目前という割には、結構生き残りが多いですね。調べてみたら、まだ15編成が在籍しているそうです。引退の時までぜひ頑張って走り通してください。と E4 系にエールを送り、この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回は、新潟駅から酒田駅まで、2019年秋に登場した新型快速列車、帰りに乗車します。次も見たいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。